どうもデッシーです。お世話になっております。ファイナルファンタジー続きをやってまいります。とりあえず村帰りますね。村帰っちまえばもうこっちのもんだから。コブラだこの野郎。いやちょっとあの洞窟はやばいべ、マジで。一撃死多すぎ、麻痺も多すぎだし、なんか麻痺を防ぐとか一撃死を防ぐとかそういうのあるのかな。ピラニアもねお金にならないんですよねこいつら。まあ、サンダラ倒しますけども、そこがねなんかもやってする。多分80ぐらいじゃないですか。ほらなんかね割に合わないんですよね。ん？こっちでよかったんでしたっけ。ヒドラー、ヒドラー、普通に強いんですもんねこいつらも。103、やばい。危ない。今ライヤー当たってたら死んでた可能性が結構ありますから。ちょいポーション使っちゃいましたね。テント使ってよし行こう。これでで右行ってで船で戻れる形です。まああとは村までの道のりでミノタウルスとか何でしたっけ、トドル、あいつらとぶつかっても逃げられれば大丈夫っていうね。ようやくこれで引く手なんじゃないですかね。手に入るんですかね。でもちょっと気になるのが、よしライヤーのね HP を保つ、この2人がね実質っていうかもうこの2人が火力ですからね、攻撃の主力ですから。シグルとかもうって感じですよね。で結局そうですよね。まあでもシグルはあの浮遊石の手前にいたボス、あいつからキルっていうキルですよね。身代わりになってくれたようなものですから今回は。本当にこれは感謝しないとですよね。あれでテッシーに行ってたら多分もうアウトでしたわ。そいつらがほんと可愛く見える。でもお金持ってないって言ったけどそれだけですからね、不満と言ったら。これでようやく生き返しができて、それで作ってくれんのかな。というかシドとかって出てこないのかな。ワンはウネは出てきましたよね。っていうよりあいつがシドなのかな、旦那さん。金は随分減りましたけど、まあ、5万あってコテージとかね費やしましたから、それでも3万ですか。よし、ちょっと入れ替えっていうか並び替え。ライヤー一番上持ってこようか。まあいっか、持ってきましたよ。あれ、俺は浮遊石をもう10年追い求めてるんだ。でもこの北にある洞窟、あれ話が会話が変わらない。神秘的な石だ。え、ちょっと待って、奥さんに話しかけるのかな。
お昼寝ばかり、あれ？ちょい。じいさんたちに話聞いてみようか。まあそれかあとは他の村に行って話聞かないとダメなのかな。どうせいっちゅうね。同じですね。火のカオスは倒した。まあこれはそうですね。クリスタル自体はあと2つなんですよ。わからん。まあそしたらサンガーの他なんかありましたっけ。ですか。ですはいいか。これテレポがね、なんか覚え、あ違う、明日、あーそっか、別にって感じかな。武器とかもしょぼかったですし、防具がね、アイスシールド手に入ったのよね。あれあんま変わんなかったんですよね、炎の盾と。結局は違う。銅の腕はなんか売ってます、売ってましたっけ。ここ確かしょぼいのしか売ってないんですよ。そうですよね。防具もそんなにって感じかな。ミスリル残ってカーブ、そうですね。そうか、ミスリル製がほとんどってことか。ゲイヤとや言ったからね。ちょっと村回ってみますね。まずはコーネリア、あそこに一回も、まあ最初のとこ戻って、プラボカもちょっと、腰行ってみましょう。プラボカ全然あれから行ってないですからね。まあちょこっとだけは立ち寄りましたけれど。よーし、一番いいパターン。理想的に決まったね。いや、コーネリアじゃなくて、この上、この上ら辺が多分、メルモンドか。やっと思い出した。ずっと引っかかってたんですよ、町の名前。あの、大地が鎖とか、そういった形のとこ。この辺っすよね、多分。確か。ああ、こっちか。このおっちゃんはもう用なし。よーし。オッケー。この引く手があれば。もうこんな戦闘しなくていいはずなんで。アダマンタイトも、あの洞窟に、今さ、洞窟にあったのかな、もしかすると。やばかったっすもんね。宝箱1個取ってないもんね。あの左側。ちょっと怖くて手出せなかったんで、エンカウントしちゃうとあれだったからね。こっちはねえや。ぐるっと回らないとダメですね。悪魔の尻尾のとこだからね。倒せ倒せ、よし
シャークに未だに30食らうっていう。なんか情報がねあって変わってくれてると助かるんですが、どうですかね。光の戦士祝福を店によってね、クラウダ、あーラスロー、クラウダって何ですかね。まあ、ファイ、クラウダ、なんか暗くする、違うな、暗くするのはブラインか。土が綺麗になってきました。変わらずですね。サーダじいさんはもう用なし、さっきも言いましたが、土が綺麗になってきました。来たー。その北のところは、そうですね、北のところにを探索するには飛空艇が必要なのよね、多分。ノーファーの方やっておりますと。レイズは持ってる。あ、ケアルだとレイズが一緒なのか。ケアルだも一応買っとくか。一応買っとこう。よし、行こう。死ぬことは基本ね、ないから。特に何もない移動、そうっすよね。船は、どうでしょう。何も変わらず。洞窟はもうクリアした。土のクリスタ、あー、ここはもう土しか言わないのか。なるほど。じゃあコーホーネリア戻ってみますか。あとなんかドワーフたちもなんか知ってたりするのかな。ちょっとヒン行ってみましょうか。なんかありそうな気がする。いいね、シャーク一撃で倒せる。 OK、 一ターンで終わると気持ちいいですよね。あのドラゴンクエストとかでメタルキングとかはぐれメタルとか、それで経験値稼ぎをやってる時に、まあ逃げるじゃないですか、あいつら。逃げた後に残った敵を一ターンで、そのターンで倒すと気持ちいいんですよね。ちょっと分かりにくくてすいません。まあ一ターンで終わると気持ちいいっていうことを伝えたかったんですけども、これ一旦厳しいでしょうね。これは こんなやつらにも一旦まだ厳しい、どういうことっていう感じですよね。これがうまいこと、あ、行ったか。よし、ファイラが決まれば大丈夫かなと。一回一回考えると脳みそをやっぱりちょっとずつ使うと思うんですよね。水晶、これは聞きました。終わってました。ラリホーと鍛冶屋のスミスはあったけども、ちょっとこちらのアダマンタイトが足りてないので、こいつ作ってくれるとかそういうわけじゃないですよね。そうですよね、アダマンタイトあれば伝説の剣って言ってるだけですから。腕輪は鎧の代わりになるんだと。ネリクじいさんは偉大だよと。まあでもこのぐらいっすよね。もう運がここ通れるようになって、
あ、浮遊石を探しているんだ、こいつや。え、持ってきた持ってきた。探しているんだ、浮遊石がある、なんだって浮くんだぜ。え、持ってきた持ってきた。あれ、ニトロの火薬は向かい、あ、え、こいつじゃないのか。え、エルフんとこかな。あ、そっか、エルフんとこも行ってないですね、あれから。まあ、コーネリア戻りますか。ヒントがね、少ないのよね。マトウヤのとこはもう意味ないでしょ、あいつもう用はないならあっち行った失神みたいなこと言われましたから。あとはどこでしょうね。これさ、フレームソードの方が良くない？あ、違うか、攻撃力弱くなるのか。いや、なんか炎が効くモンスターの方が多いかなと思って。コーネリア、違う、フレームソードなんですね。てないところ、やっぱりカヌーで行けるところを他は行ってないということですよね。そしたら城から攻めてみますか。どうせね、コーネリア城を対抗して使っていますです。的にはもうクリアして過ぎ去ったところは情報ないのかな。クソほどいらない情報ばっか。ああ、もう王女の話もいつの話してんだと。そうですね、1ヶ月以上前っすよね、セーラ助けたの。これ怪しいっすけどね、なんか右側。じゃあプラボカに行ってもなんか何もなさそうですよね。そうしたら、浮遊石の使い方教えてくれんと。悪の扉、竜とは悪の扉。コーネリアの王女に伝わる竜とは悪の扉を打ち砕く。悪の扉を打ち、ほう、これはちょっと新情報か分かんないですけども、それはそう、なるほど。扉が何かあったら使ってみなはれみたいなことかな。あと宝物庫の話だけですよね。ここはもう全部取りましたから。そうですね、あと村も王女ありがとうみたいな感じですよね。そしたら、コーネリアの街を夢の都、自分で言ってるっていうね。踊り子ですよね、踊り子さん。クリスタルに祝福を。北の人マトウヤという魔女が、こいつこんな情報くれたっけ。
預言者ルカンは三日月、うん、祝福を的屋、あれ的屋情報ってこんなありましたっけ。プラボカに住んでいました、これは聞いた。ちょっとポーション、ちょっとすいません、時間ください。あの頭の中整理する意味も含めて、これでまあプラボカ一旦プラボカ行きます。で多分情報何にもないと。そしたら次エルフ、まあ先エルフ行くか、下行くだけだから。エルフ一期の多分何にもないと、プラボカ一期の何にもないと。じゃあどうすんのか、じゃカヌーで行けるとこ探す、これですかね。そうですね、北の大地、そのさっき引く手ないと探索ができないって言ったんですけれども、船から直接カヌーに移動ができるので、そこでまあまあまあなんとかどっか探索できる場所もあるのではないかと踏んでます。いかんせん船がねエンカウントがなーっていうのはあるんですよね。ポーションはもう99個手に入ったから。これ寝袋がねフィールドでしか使えないんですけれども、コスパがいいのよね。ポーション4つ分ですから、でしかもセーブもできると。毒消しもまあコス高いけどコスパ的にはいいんですよね、この世界では。ポイゾナ、白魔法のポイゾナレベル4、1個分ですから。レベル4でしたよね、5でしたっけ。なんでポイゾナがその位置にいるのか意味わかんないんですけれどもね、まあ、こんなぐらいでいいですかね。もう結構買いましたから。よし、寝袋、まあそうでもねえな、36個か。よし、プラボカじゃないエルフ行きまーす。多分このエルフも内海、結局内海なんですよねこれ。なのであんまり意味ないのかなと。王子がお目覚めになりましたと。三日月の下にある砂漠、何かが砂の下から浮かび上がる浮遊石を使うのじゃ。来た。三日月の下にある砂漠、三日月、何かが、あ、わかった、ルカーンの南か。ルカーンの南って、ルカーン、あの預言者よ。ポールサンダラシェイラ、ルカーンは三日月を目指すと言って旅立ったって言って、あの村ですよね。であの村にルカーンがいて、だからルカーンはもうあそこから動かないので、あの村の下にある砂漠、南ですよね。よし、エルフなんもないって言ったけどありましたね、よかった。これ銀の腕輪とかって売ってないのかな。売ってないですか。これは大きい、これ大きいですぞ。飛空船という空飛ぶ船がどこかに埋まっているという伝説があります。飛空船なんだ、飛空艇じゃないんだ、飛空船。あれ、これエルフやっぱりセリフ変わってますね、いろんなところ。ちょいちょいやっぱ聞いといた方が、ほらやっぱ三日月の上に洞窟が見える、
そう、火山よりももっと北の方だ。そこに浮遊石が眠っている。お前たちが、こんなのもなかったですもんね。だからあの洞窟ですよね、火山を越えたところ。結構変わるね。へえ、面白い。ちゃんと情報聞いてくださいよっていうことですよね。足運べよっていう。ボキャル、ボキャル買う。アストスを倒してくれたのですかと。ありがとうございますと。なるほどね。It's old 営業。足を使ってこその営業だっていうのはね、あの東京のメトロのね、メトロの CM ってわけじゃないのか、流れてますよね、あの電車内の。今はデスクで営業を行うっていう。でも足を使ってこうやってちゃんとやりなさいよっていうことですね。ヒールも気になりますよね。ちょっと買っといてあげましょうか。よくわかんないですけど、バファイも買ってみます。ちょいちょい使って何なのか効果を見てみましょう。だから行こう、だから行こうってどういう。エルフはもう一応ちょっと話聞かせてください。こっち、城は変わんないか、もしかすると。西の洞窟に悪魔が住み着き。これも、なんか、ちょいちょい変わってるのかな。ありがとう、クリスタルの戦士たち。ん？伝説の戦士。ああ。そうですね。アルディの海の、あいつと、これは聞きましたね。これは聞いた。あれ？ちょ待って。あ、そうか、こう左から、あれは取りましたよね、これ結局左から行けて、行けなかったんだっけ。行けましたよね。ああ、マトウヤ、これも聞きましたから。あ、行けてない、行けてない。でもこっちから、そうですね、確か行ってるはず。まあ、結局その村、三日月村までちょっと時間かかりますから。あ、そうでもねえな、これこっちから右から行っちゃえば早いんじゃないっていう。こことその三日月村、もう勝手に三日月村にしてますけどね、三日月村が近いんですよ。近いというよりつながってるんですよね、このカヌーで。こっから行けんじゃないですか、もしかすると行けるっていうか。だから、逆にこれで行った方がいいのかもしれない。あ、でも船ないといけないパターンのやつかな。ちょっと逃げます。はいや、ゴブリンカードガード。わあ、船っぽいなおい。え、でもここは来てないっすよね。ここは来てないですよ。うわ、逃げてった。
あ、そっか、前から逃げてったか、あいつは。あれ、ここを降り立ったっけ？こっから来たんでしたっけ？まあ、とりあえず繋がってるのは確かなんで。毒受けてる。毒消し。いやいやいや、毒消しじゃない。違う違う。ポイゾナ。あ、そう、白魔法全然使ってねえな、言って。あ、ちょっと、そしたら時間来ましたんで、ちょっと時間経ってるんで、探索、ちょっと中途半端ですけれども、続きは次回の動画でお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。